おはようございます。おはようございます。あ、そうか、こっちに。今日はビッグゲストはビッグゲストマック酒井さんと、マック酒井さんのブルザイマッチを打とうという感じで、よろしくお願いします。もう一回やってもらっていいですか。あれ何ですか。ゲゲマックのっていうのめちゃめちゃ恥ずかしいですね。本当っすよね。見ました。あれもちろん。まあでもちゃんとやりましたよね。ねえ、じゃあいいですか。ハイキャパ対決。ハイキャパ対決。1、2、3、4、5。綺麗に踏み切れてますけど、もうちょっと後ろにした方がいいですかね。ああそうですね。久しぶりに山中さんのチャンネルに、イエーイ。じゃあちょっと相手していただきますか。よろしくお願いします。2分間で5発ですよね。じゃあもうよろしいですか。早速よろしいです。じゃあいきましょう。じゃあスタート。何ですか今の期待してる。よし、やっぱそうやって打つんですか。なんかね、伸ばす、どうなんでしょうね。まず終わりました。終わりました。まだ1分経ってないですけど。どこだ。最後までも合ってるのかどうか。あ、合ってる。あー、1個出てるな。お？サイトは合ってるな。なかなかやりますね。いや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 、あれ全部。あー、なんかもう隔ってるのかな。じゃあ。いきますか。第2ターゲット。第2ターゲットいきますか。いいですか。もうすごいマックシャッチじゃないですか。当たり前ですよ。こっちの人はどっちがマックさんかわかんないですよ。あれそっちが本物。羊飼さんですか。羊飼さんです。じゃあいきますよ、スタンバイ、レディーゴー。いやー、なんかでもこれもうちょっとダット小さくしたいんですよね。なんで、これもそうだよな。1、2、3、4、4、あ、32、42、確かどう見ても52点ですね。これが43、32、42。ため息が出てます。82の3ヘックス。すげえ。そしていや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 、52の0っすね。なんかね、じゃあ精度が、私これでした。私はこれでした。82。参りました。さすがですね。まあということで微妙な感じで、まだね4分なんですけど、まあいいや、はい、じゃあありがとうございました。いいタイミングだな。